はようございます。先日いつも好天という冊子を送ってくださっている滋賀県の高校教師北村先生にお越しいただきました。この夏に北村先生の会で講演をさせてもらう予定であります。その折のこと、北村先生から楽をすることと楽しむことが異なる意味であるのに、同じ楽という字を使うのはどうしてだろうかという話をいただきました。確かに楽をするということは良い意味では使われません。しかし楽しむことはいいことであります。これもその数日前にマーケティングの方と対談していて、その方は芸能の世界などでいろんなヒットを生み出してきた方でした。ヒット額と称していました。ヒットするのは2つだということを聞きました。ヒットの2大要素として、1つは便利さ、もう1つは楽しさだということでした。なるほど、便利なものはヒットするでしょう。それから楽しいものもヒットすることでしょう。しかしその方のおっしゃるには、今やもう便利なものの追求には限界が来ているというのです。便利になりすぎた感があります。そこでもう便利さの追求はやめて、逆に不便なものを求めるようになってきているというのであります。不便益という、不便なことの良さを見直そうという動きもあるのです。便利さの追求が終わると、もう残るのは楽しさの追求だというのでした。なるほど、楽しむことは大切だと思ったのでした。その点、禅の修行をすると座って呼吸をすることが楽しくなります。ただ息をすることを楽しめるのです。一杯のお茶をいただくことも楽しめますし、ただ立っていることも歩いていることも楽しむことができるようになるのです。楽しみを外に求めようとすると限界がある でしょうが、日常の中で普段行っていることを楽しめるようになると素晴らしいものです。そんな話をしていました。北村先生ご一行をお見送りした後に、佐々木浄土さんの座禅講義を受けていました。これでもう円覚寺では21回目になります。今回はデカルト的生殺とブッダ的生殺という少々難しい内容でありました。最初に孟子の言葉を引用して話をしてくださいました。私たち人間は普通にしていると、反楽対合、これ自ら災いを求むるなり、楽にして怠けているのは自分で災いを求めているようなもので、自ら災いを作る癖がある。ありのままにしていると自ら災いを求むるだし、どんな考えでも方法でもこれを抜け出られないから、すべてを放ってただ立ち起きるのみというのであります。この言葉に浄土さんのおっしゃりたいことが尽きているように感じます。反楽という言葉は見慣れない字ですが、漢和辞典で調べると反逸反遊とも、遊び回って楽しむことだそうで、この時に及びて反楽を対合するは、これ自ら災いを求むるなりという孟子の言葉が要例としてありました。対合はたるんで遊び回る、また怠けておごるということであります。反楽対合は文字通り楽にして遊び回ることであり、これは自ら災いを招くだけなのです。楽にしようとしていると結局苦しむだけだということになります。そもそも楽というのはどういう意味でしょうか。漢字の意味としては、まずは音楽、賑やかな音を配合した調べ、またそれを奏でる楽器であります。それから奏でる楽器を鳴らすことです。そして動詞として楽しむ、心がウキウキするがあります。憂いの追語です。論語にある楽しみ持って憂いを忘るという要例が示されています。同じく楽しむ、心から好む、喜んで溶け込むとあり、
こちらは天を楽しみ命を知るという易経の要領があります。それから日本の言葉として楽、たやすい、安楽なことがあり、仕事が楽だという要領があります。楽にする楽というのは日本の言葉のようです。そこで広辞苑を調べると一番に心身が安らかで楽しいこととあって、気が楽になる楽をするという要領が最初にあります。それから2番目に好むこと、愛することであります。3番目にたやすいこと、優しいこと、楽にやれるという場合です。4番目に楽焼きの楽、楽の茶碗です。5番目に千秋楽の略であります。関連して楽あれば苦ありという言葉があって、楽の後には苦しいことが来る、世の中は楽なことばかりではないという意味です。また楽は苦の種、苦は楽の種といって、苦楽が相伴って起こるのに言うことであります。仏教で楽というと法楽という言葉があります。岩波書店の仏教辞典によれば、法楽は元義は仏法の真珠によって感知する楽しみの意であります。仏法を信じて学ぶ楽しみなのです。そこから転じて神仏に度胸や音楽、舞踊などを手向けてその心を楽しませること、また和歌蓮華を奉納することも言うようになっています。また自受法楽という言葉もあります。こちらも仏教辞典には、自ら法楽を受けるの意で、仏がその広大な悟りの境界に現れる楽しみを自ら享受することであります。仏が自分の悟った教えを自分自身で楽しむことを言い、特に浄土直後の釈尊や大日如来について言われるという解説があります。楽道という言葉もあります。楽道家という前奏の言葉もあるのですが、楽道は人間として行うべき道を楽しみつつを行うという意味で、元は孟子にあるようなのです。花園大学で新しい校舎を作って名前をつけるように頼まれて、楽道館と名付けたのでした。楽しみながら学んでほしい、学ぶことを楽しんでほしいという思いであります。という次第で、楽をしようとすると苦しみを生み出すことになりますが、何にしても一生懸命やっていると今まで苦痛だったことが楽になることがあります。そうなってくると道を楽しむことができるようになると思った次第であります。それでは今日も姿勢と呼吸を整えましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。そして足に力を入れて立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながらぎゅーっと肩を持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁと吐き出して口を閉じますと、自然と鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。
おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちるのを感じながら、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああ、ありがたいな、嬉しいな、と。思わず微笑みがこぼれてくるような気持ちで、そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。